1963年に私たちは全てを失いました。私の父は大統領になった当初、ビルダーバーグ、いわゆる支配層たちの秘密会議について調査し始めました。そして次に彼は NASA について調査を始め、グレイ、いわゆる一般に ET だと信じられているが、支配層が遺伝子組み換え技術を利用してそれを禁止されている人体実験に応用して作り出した生き物だとも言われていると呼ばれるものについて、一体彼らは何者でなぜここにいるのかを NSA に答えるように要求しました。その後彼は暗殺されたのです。私は戦略的な一環としてわざと飛行機事故のように見せかけて自分の死を装いました。この世界における仲間のうち私がとても信頼し彼と知り合ってとても名誉に思っているもの、トランプとプランを立て始めました。その後苦しい修行のような時期がやってきました。あなたがどのように思っていようが、もしあなたがまだ目覚めていないのであれば、私たちのプランはどれほど深く詳細にわたって準備されたのかということを理解できないでしょう。もしあなたがそのプランを知れば、あなたは夜寝ることすらできないでしょう。大半の人にとってはそのプランを実行に移すのは無理でしょう。助けが必要です。あなた方一人一人の助けが、それぞれの役割をうまく演じなければなりません。でないとあなたは他の人々から置き去りにされるでしょう。誰かがつまずいて転んだら、その者に手を貸して立ち上がらさせてやってください。もし誰かが心に疑念が浮かんだら、その人の疑念を解いてやってください。そのようにしてこそ私たちは共に成長することができるのです。そこには傲慢さや独りよがりの気持ちなんて入る余地はありません。もし誰か一人でも私たちの間から落伍者が出たら、それはプランにとって良くないことなのです。プランがうまく進まなければ、あなたは置き去りにされるということにつながるのです。我々は常に目を光らせています。我々には全てが見えるのです。隠し事なんてできません。私たちは全ての人々の個人的な情報のファイルを持っているのです。あなた方はそれらがどこに保管してあるのかを知る余地もないでしょう。お互いに次の段階に進む準備をしてください。あなた方は一つなのです。そして皆で一つになって一緒に歩もう。 R